はいどうも皆さんこんにちは。私の名前はおーちゃんと言います。私は虫を取るのが生きがいで、最近は梅雨に入ったこともあって雨の日が多くてなかなか外に出られなかったんですけど、今日は見てください、日が差してますよね。貴重な梅雨の晴れ間を利用して虫を探していこうと思う。栗の木です。あ、栗の花が咲いて、なんか栗の花に止まっとるぞ。なんじゃ、豆子がねじゃん。どこにでもいるやつですね。なんか葉っぱに止まってる。これは上海盆という肉食の甲虫です。ホタルに近い仲間だね。光らんけど。木の根元にアリ地獄があります。お、胸赤終わりがいますね。入れてみよう。よ。反応がないね。じゃあ、こっちの穴は。掘るね、こっちは。砂かけとるけども、穴が浅すぎて逃げられそう。はい、逃げられちゃいましたね。残念。うわぁ、クワガタおる。これは、スジクワガタのメスです。これとよく似たコクワガタっていうのはどこにでもいるんですけど、スジクワガタはコクワガタよりも自然度高めなところにいます。ここは自然が豊かってこと。うわ、あんなところにアシナガバチの巣がある。あ、しかももう眉が結構できてますね。幼虫ちゃんもブリブリで、いっぱい詰まってますね。うまそうだ。あの巣もらえんかな？女王バチいないね。お出かけかな、ママは。女王バチ戻ってこないと取ってもしょうがないんで、女王バチ待ってる間に管理事務所行って、これ、あ、戻ってきたわ。戻ってきたけど、管理事務所行って許可もらってきましょう。二つ返事で快諾していただきました。トイレに蜂の巣あるんですけどいただけませんかって言ったら、あ、いいですよってね、もうね即答でした。じゃあ遠慮なくもらっちゃいましょう。まだ女王おるかな。あ、おった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 。逃がさへんぞお前。もうお前は俺のもんになるんだよ。まず女王蜂を捕まえます。いや、僕のものになるでちゅう。あ、飛んだ。あ、もう逃がさんぞ。わあ、待って待って、この隙間から逃げちゃう。待って待って、えぐいえぐいえぐい。蜂はね上の方に逃げる習性があるんで、とりあえず逃げ口を塞いで上の方に追い立てましょう。おら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 、こいつ賢いな。下の方が逃げやすいこと分かっとるのかな。なかなか見どころあるじゃん。いいセンスしてるよ。から技で網の先っぽを追い詰めて、はい、袋にした。このチューブを中に入れて、高速。よっしゃー、女王蜂ゲットしました。女王蜂確保しないと巣だけ取っても意味ないんですよね。これペットにするんで。女王蜂いなくなったら、その時点で巣が終了してしまいます。女王蜂が取れたら、あとは働き蜂いないんで、もう楽勝ですね。あとはこの網で無理やりこそぎ落とすだけ。巣が地面に落ちたら一貫の終わりですから、ちょっとこうやって網を斜めにして巣が落ちて、もう網の中に入るようにね。網の中に落ちるようにした状態で、こうガシガシガシってやります。こちら、よっしょ、ちゃー。これ、キアシナガバチですね。キアシナガバチの巣と女王。ゲットディッチュ！女王バチと巣をセットで、このパックカップに入れときます。このカップに女王バチ入れるとき、結構逃げられるリスクがありますので、ちょ、網かぶせた状態でね、逃げ道塞いでやります。よし、いった！よし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 ！いた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 ！よっしゃ！ちょ、上がり。瞬殺でしたね。いや、僕のペットになるディッチュよ。あそこにキアシナガバチの巣があるけど、え？もう働き蜂出とんのか？今2匹おらんだ。2匹おるな。働き蜂出てきたんかな？いや、もう働き蜂が出てくるようになった。ん？あ、おかしいな。眉が出た形跡なくない？働き蜂がうっかして出てきてたら、眉食い破った形跡があるはずなんですけれども、眉を食い破った形跡が見当たりません。ってことはこれ女王蜂が2匹おるってこと？やばいやばい、ダブルダブル。女王蜂ダブルだ、これ。珍しいよ、女王蜂2匹って。まあ、ありえんことじゃないの。女王蜂2匹とか3匹とかの巣、たまーにあるんですけど、すごいレアなんですよ。やばいやばい、ダブルダブル。ちょっとこの巣欲しいわ。これ採取して観察しよう。ほっといたら、どっちか出てくるまでに、1匹過労死しちゃったり、自己死しちゃったりして、シングルになっちゃう可能性あるから、もうもらおう。今もらおう。もうチューブに確保しちゃいます。まずは1匹。おいで。あ、上に行っちゃう。よし、じゃあお前からだ。ほら。あ、やばい。希望を助けようと、チューブに乗ってきた。危ない、やばい、やばい、やばい。クラ女王蜂でもやるときあるからね。怒らした、あんま怒らしたら刺すから。あいか、今日使うか。よし、よし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 。入った、入った、入った。やっ、うぃー、確保。さあ、次は君だよ。君も相棒のように私に捕まるんでちゅよ。おいで、おいで、おいで、おいで。よっしゃー、ゲットー。やった、やった。ダブルクイーン。女王蜂を排除したら、あとはこの巣をもぎ取るだけ。取れる。おー、変なところがもげた。まあいいや。で、ここにダブルクイーン入れてあげよう。もう飛ばんでしょ、さすがにこの時間帯だったら。いやー、ありがたいね。こんな貴重なサンプルをいただけることになって、公園のおっちゃん、蜂の巣あったらね、勝手に取っていいよって言ってくれたんですけど、他にもあったら、ね、好きなだけ持ってきっつってね、言ってくれたんですけど、まさかダブルがあるとは思ってなかっただろうな。通常蜂って巣に1匹だけなんですよ。でもね、ダブル女王蜂ってあるんですよね、たまに。トリプルも見たことあるよ、俺。トリプルはね、観察してたんですけど、途中でなんか雨にやられたか、なんか駆除されちゃったかで巣がなくなっちゃったんですよね。あの時すごく後悔したね、あれ。確保して持っときゃよかったって。で、ほら見てこれ。眉が破れた形跡がないでしょ。つまり、まだこの巣からは
働き蜂が羽化して出てきてない。ということはこの2匹の働き蜂両方女王クイーン、多分姉妹ですね。これ姉妹なんで、それぞれの自分の娘と姪っ子を育ててるって考えたら、まあありえなくはないですよね。じゃあこれもらってきます。貴重なサンプルです。本当に貴重。持ち帰った巣を冷蔵庫に入れて冷やしました。うわ意外と元気だな。この巣を飼育ケースにセットしたいので、とりあえずハチさんと巣を分離します。危ない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 。ダブル女王はやりにくいね。この子たちはまだ冷蔵庫で冷やしときます。こっちがシングルの方です。取り違え防止のためにまずはこっちからやりましょう。アシナガバチの巣はあのように割り箸に貼り付けて固定するんですけども、子供割り箸がおすすめです。子供割り箸って大人用に比べて短めで、飼育ケースへの収まりがいいんですよね。巣の柄の部分が折れちゃったんで、まずこれをつけようか。木工ボンドを薄く塗る。それをこうやって貼り付けます。トン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 。上から木工ボンドを重ね塗りして補強しておきましょう。そうじゃないとなんか剥がれ落ちそう。柄の形がいびつなんですごくバランス悪いと思います。なので今回ボンド多めにするよ。子供割り箸にたっぷりの木工ボンドを乗せて、こんな感じでいいかな。ボンドが乾くまでこの状態で固定しておきます。絶対動かしちゃダメ。これ絶妙なバランスで固定してるんですよ、プロのテクニックでね。だからこれにちょっとでも振動を与えるともうグラッと崩れちゃって、すごいポッキリいっちゃうわけだからね。絶対しばらく騒いじゃいけない。くっついた。ピャー、いい感じ。と巣材と成虫の餌を入れ、冷やしていたハチさん、この子たちを巣にくっつける。はい、これでダブルになりました。今日からここが君たちのお家だよ。仲良くしろよお前ら。最初の働き蜂が羽化してくるまでは女王蜂一派、子育て、巣材集め、餌取り全部やります。ですから幼虫一匹あたりに行き渡る栄養の量が少なくなって、最初に出てくる働き蜂ってちっちゃくなりがちなんですよ。同じぐらいの大きさの蜂が2匹いるということは、これはダブル女王と見て間違いないでしょう。1匹巣から離れちゃいました。お留守番係と外回り係がいるのか、それとも2匹でそれぞれの役割を交代しているのか、どっちでしょうね。昆虫ゼリーを舐めてます。どうやら喉が渇いていたようです。じゃあもう1匹シングルの方の巣もセットしていきます。まずはハチと巣を引き離します。割り箸に木工ボンドつけて、この状態でしっかり接着します。女王鉢をつけます。シングルの巣とダブルの巣を見比べると、やっぱダブルの方が巣大きいですよね。同じ場所でほぼ同じ時期にできているはずなんですよ。それなのにこんなに大きさが違うってことは、やっぱりこっちが2馬力でお互いが働いてるからですよね。仲良く2匹で巣の上に鎮座してます。そろそろ落ち着いてきたと思いますので、このヤバそうなシャクトリムシをこの子たちに与えてみよう。幼虫ちゃんたちお腹空かしとるから、もう丸一日何も食べてないでしょ。これを幼虫ちゃんたちにあげておくれ。お、つついてる。お、おー、捨てちゃった。そうじゃない、これを肉団子にして幼虫に与えるんだ。今度は長時間噛んでます。ようやく餌と認識してくれたか。ようやく肉だと分かってくれたみたいです。ちゃんと前足で芋虫を持ってくれてます。前足で芋虫持ってくれてたら餌と認識している可能性が高いです、今までの経験上ね。うわー、ちょっと目離してる隙に頭の部分が落ちてます。すごいでちゅねー。これもったいないから暇そうにしとるこいつにあげてみよう。あ、前足で持って回し始めました。カミカミしてます。芋虫の中身が見えてます。すごいでちゅねー。ていうかまた芋虫の体が切れそう。ああやって何回もしつこく噛んで肉を細切れにして幼虫ちゃんが食べやすくします。お、肉団子ができたのかな。幼虫ちゃんに与えてます。もう一匹の塊にハニーワームをあげたら、ちょっとかじって団子を作り始めました。この子も一応働くのね。暇そうにしてたんでもう一匹ハニーワーム与えたら肉団子作り始めました。2匹仲良く肉団子を作ってます。働き蜂が出てくるまではこの子たち2匹で頑張らないといけませんからね。わかりますか、あそこ。わ、幼虫ちゃんがすごいスピードでお肉を食べちゃいました。観察してたんですけど、2匹とも分け隔てなく幼虫に餌を与えてます。お互いの仕事を手伝うということはありません。お互いを手伝うということはないんですけども、交代交代同じ仕事をしてるようです。2匹とも肉団子を作って幼虫ちゃんに餌を与えることもしますし、それ以外の時には幼虫ちゃんのケアも、幼虫の中には自分の子供じゃないやつもいると思うんですけども、どうやら分け隔てなくお世話をしてるみたいです。うちに連れてきてから10日、ちょっと5日間ほど北海道に行ってて今帰ってきたんですけども、見てみたらなんと巣の蜂が4匹になってます。
下側の大きい2匹が女王蜂、この子たちが元からいたダブル女王ね。上のちっちゃくて色の薄い子たち、この子たちが最近羽化してきた働き蜂ですね。果たしてどっちの娘なんでしょうか。大丈夫かな、働き蜂たち飛びかかってこんかな。女王は比較的おとなしいんですけど、働き蜂がね荒っぽいんですよね。うわ、ちょっと振動与えちゃったんで、働き蜂たちも警戒モードに入りました。働き蜂に刺されたくないんで機嫌取っとこう。やあ、僕王ちゃんだよ、よろしくね。舐めてる舐めてる、おいちでちゅかー。ほら奥の子にもあげまちよ。ほらおいちでちゅかー。こうやって働き蜂手なずけておくんすよ。ママたちの機嫌も取っておきましょう。よし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 。5日間餌あげられてないんで、幼虫ちゃんたちお腹すかしてるはず。このハニーワームを幼虫ちゃんたちに与えてもらおう。だらけー、さっきゼリーあげたでしょ。噛んでる噛んでる。あれ、女王が噛み砕き始めたぞ。働き蜂がまだ2匹しかいないんで人手不足なんでしょうか。この段階だとまだ女王蜂も働くんですね。もう1匹与えよう。今度は肉団子にするかな。あ、これ肉団子にするムーブだ。噛んでる噛んでる。やっぱ働き蜂はちゃんと働くんですね。お、肉団子を与えてます。これこの子の初餌やりじゃないですか多分。そしてもう1匹の女王蜂に芋虫与えたら肉団子作り始めました。働き蜂が2匹出てきても女王蜂は両方仕事するんですね。えらいでちゅねー。そして後ろの子がさっきから何も仕事をしてませんね。あの子にもお仕事をあげようかな。あそこの暇そうな子にこれを与えよう。君も働きなさい。家族みんなで仲良く芋虫を肉団子にしてます。あ、僕の働き蜂ちゃんが幼虫ちゃんに餌あげてます。初仕事おめでとう。画装で共同作業です。可愛いですね。働き蜂は女王蜂よりも体が小さい分肉団子を作るのに苦労してる感じがあります。女王蜂は肉団子作りのベテランですからね、経験の差もあるかもしれない。女王蜂ほら肉団子にするの早いでしょ。もう幼虫にあげてるもん。女王蜂パワフルだな。働き蜂が出てきたらもう働かなくなるのかと思いきや普通に働くんですね。なかなか楽はできないってこと、せちがれえわ。やばいやばい、こいつ出てきそう。出てくるな、引っ込め。発送されないように、あと働き蜂たち刺されないように気をつけながら今後も観察を続けていこうと思います。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。